こんにちは、速稼塾の久保です。皆様の家庭には蓄電池ってついてますかね？例えば停電した時にその蓄電池に電気さえあれば普段通りの暮らしがね、電気の方が送れるって形なんですけども、これ何もない時に蓄電をしておいて危機の時にね、これ活躍するわけなんですけども、普段からこういう備えってあったらいいなと思うわけなんですよね。今回はポイントサイトモッピーから蓄電池のグリーンエネルギー、グリーンエネさんっていうのをね、見つけましたんで、ちょっと紹介しようかと思います。画面を切り替えていただいて、今ね、このグリーンエネ蓄電池ってあるでしょ？ここをクリックすると、こういうふうに変わるわけですよ。で、お申し込み結構簡単なんですよね。獲得ポイントは通常500のところ、今7500なんで、結構いいんじゃないですか？で、蓄電池を取り付けたいんですっていう形で、見積もりを出すんですよね。見積もりを出して、多分現地調査もあるのかなと思いますけど、私もこれからやりますんでね、ちょっとよくわからないんですけど、とりあえず申し込みは完了しました。こんな感じでね、見積もり完了でしょ、私で。ステップ1、見積もり完了後、カスタマーサポートよりお電話メールにて連絡が入ると。これが地域によっては何件もメールが来たりとか、いくつも電話が来るそうなんですけども、まあそうですね、3社ぐらいは私はいただかないと比較できないかなと思いますので、あくまでも相見つめるのためにね、何社からか連絡いただきますからね。で、次ステップ2がカスタマーサポートにてご状況ご要望に合わせた施工会社を紹介しますと。で、紹介がいただけたらポイントが確定と。で、ステップ3で、その施工会社よりもね、電話とかメールにて連絡が入るということでございます。で、提案をいただいて見積もりを取っていただいて、蓄電池っていうのがどういうふうなね、メリットデメリットがあるのかなということを、考えて実際に設置するか、それともちょっとね、先まで見送るのかということを考えればいいんじゃないかなと思いますね。はい、いかがでしたかね。これでしたら賃貸でお住まいの方でも別につけられると思うんですよね。で、見積もりしていただいてなかなかいいんじゃないですか。7500ポイントもありますし、蓄電池って普段考えなかったでしょ。だからこれを機会に検討してもいいと思うんですよ。私は一戸建てなんで、ずいぶん前からね、ちょっとね、つけたいなと思ってたんですよ。ソーラーパネルも考えてたんですけども、屋根に。ちょっと大工事みたいなんでね、蓄電池ぐらいにしとこうかなって気持ちでございます。それではね、動画概要欄から、モッピーの方ね、登録していただくなり、それから、グリーンエネルギーさんにね、お問い合わせするなりして、蓄電池の一括見積もりしてみてはいかがでしょうか。ね、じゃあ、よろしくお願いします。